僕は動物の心について研究しています。人以外の動物の知性と社会性から生物としての人について逆に学ぶ、そういうアプローチをとっています。対象とする動物は主に類人猿、特にチンパンジーとボノボを研究しています。それから最近は鳥類も研究しています。レースバトとカラスを研究しています。最新センサー技術を積極的に使っています。例えばサーモイメージングで類人猿の感情を調べます。感性記録装置で鳩の頭の動きを記録します。アイトラッカーで類人猿の目の動きを記録します。類人猿のためにストーリー動画を自分で作って、それを見せた時の目の動きから他者の行為、意図の理解について調べることができます。目は口ほどに物を言いという言葉にもあるように、視線の動きは言葉を持たない動物の心の働きについて多くのことを教えてくれます。